マルコス・アロンソ・メンドーサは、スペイン・マドリード出身のサッカー選手。チェルシー FC 所属。ポジションはディフェンダー。直接、フリーキックを得意としている。元サッカー選手である、マルキートスを祖父に、同じく、マルコス・アロンソ・ペーニャを父に持つ。レアル・マドリード・レアル・マドリードの下部組織出身であり、2008年に、レアル・マドリード・カスティージャの一員となった。 2010年4月4日、ラシンサンタンデール戦にてトップチームデビューを果たした。ボルトン2010年夏の遺跡市場で3年契約でのボルトンワンダラーズ FC への遺跡が発表された。ボルトンがプレミアに在籍していた2010から11シーズン、2011から12シーズンでは2年間で9試合出場。 得点1と存在感を発揮できず、2011年5月2日には飲酒運転で女性の同乗者を死亡させてしまう事故を起こした。しかし、逮捕されるも罰金で済まされた。ボルトンが2部に降格した2012から13、シーズンは26試合出場の4得点と活躍した。フィオレンティーナ2013年5月31日。 アッコフフィオレンティーナに移籍することが発表された。フィオレンティーナでの1年目となる2013年は、出場機会が得られず、12月31日にサンダーランドへ、シーズン終了までのレンタルで移籍した。2014から15シーズン初めからフィオレンティーナに、復帰。ここからは、出場機会を獲得して2014から15シーズンは22試合出場で1得点。 翌2015から16シーズンは完全に主力となり31試合に出場して1得点。フィオレンティーナの16年ぶりのリーグ途中での首位に貢献した。チェルシー16年夏の移籍市場でチェルシー FC に移籍した。契約期間は5年間で移籍金は2300万ポンド。アントニオ・コンテ監督が3バックを採用するとウィングバックとしてレギュラーに定着した。 2016年11月5日のエバートン戦で、チェルシーでのプレミアリーグ初ゴールを決め、2017年1月14日のレスター戦でも2得点を決めた。4月8日のボーンマス戦では、FK も決めている。また2016から17シーズンには、ファン選出のプレミアリーグベスト11、スカイスポーツが選出した2016から17シーズン。 プレミアリーグファンタジーイレブンにも選出された。2017年8月20日、トッテナム戦で2ゴールを挙げて勝利に貢献した。2018年4月14日、サウサンプトン戦でシェーンロングに対して悪質なプレーを行い、4月19日に3試合の出場停止処分が下された。2017から18シーズンのプレミアリーグでは、 フリーキックからの3ゴールを含め7ゴールを決めるなど、PF 年間ベストイレブンに選ばれる活躍を見せた。2018から19シーズン、プレミアリーグ第2節のアーセナルとのビッグロンドンダービーでは2から2から,2から決勝ゴールを決め、勝利に貢献した。2018年10月24日、クラブとの契約を2023年まで延長した。2020年2月25日、 UEFA チャンピオンズリーグラウンド16のバイエルン・ミュンヘン戦でロベルト・レバンドフスキの顔面を腕で強打してしまい退場処分を受けた2月29日ボーンマス戦で2得点を記録し引き分けに持ち込むことに貢献した2018年3月アルゼンチン代表ドイツ代表との親善試合に向けたスペイン代表メンバーに招集された アルゼンチン代表戦で代表デビューを飾り、親子3代でスペイン代表でのプレーを果たした。2018FIFA ワールドカップのメンバーからは落選した。ありがとうございます。